ファードがグランツーリスモに実装されたというわけで、ごっこ遊びをしていきましょう。倍速編集でスピード感抜群、深夜の名古屋の都心環状を何周か回って、実車の方のレポートをしていきますよ。はぁ、すごい2列目だわ。ビッグ気分。仕事場として私もアルファード欲しい。この車は運転手つけて乗りたいよな。車内空間の広さも、乗り心地も、想像の倍以上は余裕でいい。BMW の XM が取り入れた間接照明を、この年式と価格帯からやっていたんですね。外観とか、映すところあります？定番とか下ゴテゴテメッキシャンデリア、カレコというサービスで借りました。詳細は概要欄からどうぞ。2015年から売られているというだけあって、内装にはわずかに古さを感じてしまうな。モデルチェンジ歓迎だぜ。なんかさ、むっちゃ視点が高いんですよ。体感的にはベンツの G クラス級、じわーって開く、謎の小物入れがあるな。どう動かせばどのギアに入るのか、わかりづらいタイプのシフトノブ、下右でニュートラル、1個下げたら D レンジ、その右がマニュアルシフト。電動パーキングブレーキはシフトポジション連動で、ブレーキホールド機能も当然のようについてるぜ。左、上、右、の順に P まで行くんですね。内装紹介とかどうでもいいんだわ。やっぱりですね、とっても視点が高いです。スポーツカーの3倍くらい、着座位置は高いんじゃない？準中型トラックの運転席と、同じくらいの高度から見下ろせるよな。走り出しが滑らか。レクサス級にいいエンジン積んでる。後ほど試すけど、アイドリング中にニュートラルに入れると、エンジンが動いてるのかもわからないレベルで静かになります。音も、振動も、両方だな。思ってた以上にアルファード、高級車として仕上げられているぜ。というかこの左前のミラー、自動で開くんじゃなかったの？室内にボタンないんだけど。さ、まあ今回の試乗で、左折なんて2回くらいしかないし。それにしても、車体がバカでかく感じます。サイズってどれくらいなんですか？はいよ、横幅1850mm に、前後に4915mm、前高は約 1.9 メートルだ。横幅方向、数値以上にでかく感じますね。前後にも長くて、なんかバス運転してる気分。車内のインフォディスプレイは、これだけあれば困らないというレベルで充実。ハンドルに隠れて見えてないぞ。まあ今回はどうでもいいわ。このグレード、2.5 リッターのガソリンエンジンなのですが、車重約2トンに対して、エンジンが182馬力、最大トルクにして235ニュートンメーターしかないのね。この重さとエンジントルクなら、動き出しから鈍重感が出るかもと思っていたのに、EV みたいにスムーズな動き出しです。このエンジン、絶対レクサスと同じラインで組んでるというか、100から200万円台の車種のエンジンとは、組み付け精度の桁があからさまに違う。それだけ振動がなくて、スムーズに回るんですよね。ベンツやアウディに乗っても、別にエンジンの静かさに、驚かされることはなかったのにな。あとですね、ちょっと段差越えて度肝を抜かれたんだけど、足回りが良さすぎでしょ。この 2.5 リッターガソリンでも400万円、最上位だと約750万円という超高額っぷりだが、それも納得するレベルで作りがいい。レクサスを模様がするレベルですよこれ。むしろスポーティーなイメージなんかより、乗り心地最優先セットアップだから、少なくともレクサス NX よりは、確実に乗り心地いいですよこれ。上に 3.5 リッターがある車種の買いエンジンって、基本的にトルク不足に陥りがちだが、このアルファードにそんなものなかったな。内装の質感もハリアー同様、名前に対して金を出してくれた以上、最低限きっちり保証しますよって感じ。というかハンドリングがやけにクイックじゃない？もっとこうさ、イメージとしてはさ、グランエースみたいに、ゆったりとした船みたいなフィールだと思ってた。それがなんだこれは、交差点の右折レベルでも明らかにクイック。切った瞬間から曲がり始めるレベルに。そういえば、アイドリングストップついてないんだよな。信号待ち中に N レンジに入れると、エンジンの振動が完全に消えるんだよ。遮音性も素晴らしく高いですね。特にフロアの静音、アウディ並みにやってありますよ。唯一のボトルネックは窓かもしれん。あと、タイヤハウスからも音が来るように感じるな。上位モデルでは、窓も変わってたりするのか？そういえばこのカーナビメニュー、物理ボタンじゃなくて、タッチパッドです。UI に見覚えがあるよな。クラウンやラブ4、レクサス UX と共用のカーナビらしい。そしてさ、映像から感じられます？フレームの箱が、絨毯みたいにふわふわ優雅に動くのよ。クラウンクロスオーバーと、初めてまともに、乗り心地で勝負できる車が出てきましたね。さて今回から概要欄に、試乗後に私が書き残した、スマホのメモを貼っておこうと思います。アルファードのカーシェア、名古屋に2台だけあるんですが、サービスがそれぞれ違うんですね。B カーシェアなら、ゴツのサービスを一括で管理できるから、とてもおすすめだぜ。こういう目的でカーシェア借りてる人、日本にいるんですかね？レンタカーなんか特に、
借りるだけで1万円くらい飛んでいくんだけど、なんかいい方法ないの？所詮は暇を持て余した個人の遊びでしかないんだが、どうしても惨めな気持ちになってくるよな。人脈作りもしないのが原因だが、さて車体がでかいから、この狭いレーンも収めるの大変だぞ。ここでシャープなステアフィールが、狙ったラインに思い通り乗せられるような走り心地を実現する。ただこれ、室内調の最大化を最優先に設計してるせいで、トラックみたいにハンドルが立ってるんですよね。ハンドルを回していくと、体の軸とマッチしない感触があるんですが、これはシートポジションの問題だけじゃないと思うんだよな。実はこのアルファード、やけにカーシェア代が高いんだ。時間に余裕がなくて、厳密な調整はしていない。車に慣れることができないので、そこを踏まえて評価してあげないといけないんですよね。できてるかな？人間である時点で無理だとも思うが、まあアルファードは少なくとも、大柄ではあるが、乗りやすい車だぜ。さっきから左フロントが、やけに遠く感じるんですよ。これ右折で左側を壁に寄せるの難しそう。というわけで都心環状に乗っていくのですが、何よりも足の快適性に驚かされています。程よく大きく足回りを動かして、車体をその後にふわっと浮き上がらせて、優雅に受け止める上下の動きが、いちいち優雅というか、ゆっくりとした波なんです。段差を越えた時の振動の、揺れの波長を引き伸ばして、時間を遅らせていくイメージ。この大柄なボディもさ、さすが現代車というだけあって、結構剛性あるのよ。スポーティーかというと、追い込んでいった先で、低重心ローダウン SUV みたいになっちゃうけど、鈍重なイメージに反して、サクサクとした身のこなしです。さて、合流なので、ちょっと踏んでみましょうかね。中回転域を滑らかに抜けたら、高回転域はかなりパワフルですね。車重と、最大パワーのバランスを考えると、むしろ速いと言えるレベルで、かなり元気よく加速していきます。今5レーンくらい一気に渡り上がったな。というわけで都心環状の、直角右カーブ、ロールがかなり抑え込まれ、車体サイズと重量を踏まえると、中深域までは、何も悪くない運動性能です。ロールが収束するという感じはないが、切ったら切った分だけ、曲がっていくようなクイック差だよな。まあ追い込んでいくと、さすがに重量と車体のバカデカさが出てくるというか、体が持っていかれそうになるというか、深夜帯の速いペースにも乗れるけど、あんまり追い込むものじゃないですね。動き始めはクイックなんだが、特に旋回中盤以降の、単純な横 G 方向への踏ん張り、ここがちょっと、FF としてのフロントヘビー感や、重さに引っ張られてるな。でもアルファードのイメージからすると、かなりいい動きしますね。アルファードに体を慣らしつつ、次のコーナーでも追い込んでいきましょう。まあその、あくまで大型ミニバンとしての話であって、運動性能高めな車たちとは、根本から物理的な動きが違うというか、うわぁ横 G で体が持っていかれる。ちょうどガラ空きだし、動き出しで全然ロールしないし、ハンドル揺さぶってみましょう。は？こわ、なんで？むっちゃふらつくんですけど、なんだよ、もっとギチギチにロール抑え込んでるんじゃなかったのか。全然タイヤを使えてなかったようだな。まあ借り物のアルファードでアホみたいな負荷かけるのは、投稿主には無理だ。ただですね、相対的にはフロントのスタビが強いんですけど、そんなに大きなアンダーは出ない？ほぼニュートラルな旋回フィールでしたわ。もっとこう、鈍重さでもって、乗り物が曲がるのを拒否するような、CX5 みたいな動きが出ると思っていたのにな。というわけでハイウェイクルージングテストですが、静粛性、直進性、継ぎ目の入力、見晴らし、すべてがいいですね。特に段差の継ぎ目のところ、さすがに市街地みたいには優雅に動かないけど、ショックアブソーバーが縮み切るところの領域に、かなりの振動を押しつぶすような、何かが存在している感じ。基本的にそれはバンプラバーなんだろうが、一般的なものより、厚みもクッション性も段違いな感じがあるよな。私はバンプラバーのことは全然わからないですが、乗り心地のコスパは最強クラスです。運転席は視点高くて視野が広くて、2列目以降は車内広くて、最高じゃないか。この正面投影面積なので、高速域でもたつくかなと思ったんですが、空気抵抗を感じないですね。低回転域から静かに力強く引っ張るエンジンも効いて、長旅も楽々こなせそうだ。新透明の120キロ制限も、これなら楽勝ですね。180リミッターでも巡航できるんじゃね？この投影面積でよくやるよな。燃費終わりそう。意味もなくシフトダウンしますか。
ジンが静かすぎて、何も聞こえてこない問題。一応グランツーリスも企画だし、もう少しは買えそう。ここで飛行です。乗り味について、言いたいことを言い終わってしまいました。10分くらいあれば、大抵のことは言えるよな。ここから先は車というより、起こったことメインで行くかも。なんというか、甲府海域でドンジューサが顔を出してしまうから、どのくらいの勢いで行けばいいか、いまいちつかめないな。これグランツーリスモで乗るなら、最低限空気圧はリア高めにして、フロントの下火も弱めたいかな。あとは可能な限り車高を下げておいて、バネ下を軽くするために、軽量ホイールを入れておきたいな。オートバックスで、銀メッキの、ギラッギラのやつつけちゃう？ドキュンみたいにするなし。そうだ、この乗り心地で思っちゃったんですが、なんでアルファードといいベルファイアといい、こんなオラオラ顔でしか出さないんですかね。むしろ車の方向性としては、ハリアーとかタクシーでおなじみコンフォートみたいな、大人で上質高級な印象を受けたんだけど、ひどいゴテゴテメッキと神奈川エリアの運転手のせいで、レクサスの LS ワゴンみたいな乗り味が、ドキュンのイメージになり下がってる。アルファードにいい思い出とか、これっぽっちもないんですが、もう一車種くらい、顔つきがおとなしいバージョンを、追加すればいいのにと思いました。ベルファイアと対比してのアルファードが、そういう立ち位置なんじゃないか？現実として間違い探しでしかないが。見た目は湘南の海でナンパしてる20代のヤンキー、中身は40代中盤以降の、白いベンツとか乗って、ワインたしなんでる紳士、この中身と見た目の不一致。結果的に見た目で売れてるから、ビジネスとしてはいいんだろうけど。まあおとなしい見た目で同じくらい快適な車種に、最近クラウンクロスオーバーが追加されたからな。乗ったことない車への批判がネットには多すぎる。私はもう、アルファードのこと悪く言えないですね。アルファード乗り自体は悪いかもしれないけど。は？そのタイミングで入ってくんのかよ。同じくらいの負荷を与えた時、重さで崩れ出す方か、オーバーステアで勝手に事故り出す方の勝負。車重差が2倍くらいあるので、考えるだけ無駄ですよ。なんだっけ、プリウスよりロードスターの方が曲がれるぞっていう、抗議コメント来たよな。高校物理って知ってる？学校で勉強した知識、何も身についてないみたいですね。オーバーステアでドリフトすれば、遠心力が打ち消せるんだろ？実際レースゲームで、世界上位 5% のタイムを出そうと思ったら、入り口からリアを振り出して、前に滑らせていくような、独自のゾーンで走らないといけないですよね。ふむふむ、車重2トンというだけあって、軽い車みたいに、ズドンとした制動はできないか。ブレーキパッドくらいは強化していきたいもんだな。特に何も起こらなかったので、このまま降りて返却しに行きます。アルファードはよく高級ミニバンと言われますが、メッキ塗装したプラスチックを、両面テープで貼っただけみたいな見た目に騙されてました。快適な車内空間を演出するための、シャシー部分への作り込みや、エンジンの精度。本当によくできた車です。脳裏にセンチュリーがちらつくぜ。ものづくりの実力が、体感できるレベルにある。なんかパワーウィンドウが、じわってしまるんですよね。閉じ切る直前に、電車みたいに減速して止まる感じ。もっとまともな例えはなかったのか。メッキの貼り付けと、じわって動かすのが高級感らしいです。本当さ、目に見えないところがこれだけ高級に作られてるのに、多分オーナーさんの8割くらいは、この車の真の高級さに気づいてないぜ。本当にもったいないですよね。レクサスやセンチュリー、それがかすかに見える瞬間があるのに、メッキをペタペタ貼ってオラオラ顔にしちゃったせいで、大半のユーザーがそれ目当てで買ってしまっている。真の魅力が誰にも伝わっていない。まあ私もアルファード、別に好きってわけじゃなかったんですが、実際に乗って、評価変わっちゃいましたね。ずっと畳まれたまま変な方向向いてるフェンダーミラー、さっきからじわる。そういえばトランスミッションは CVT のようで、変速ショックもなく滑らかで、エンジンとの相性もいいです。むむ、左リアのタイヤが、どこにあるのかわからない。最小旋回半径は 5.6 メートルで、ハンドルは 1.5 回転から、さらにもう少し回ったところでロックするぜ。なんだっけ、ノアダカボクシーの最上位グレードに、もう数十万円だけ足すだけで、アルファードに手が届くんだっけ。ノアボクシーには乗ってないけど、乗り物としての基本設計の詰め方が違うので、私はその差額、出して後悔しないと思います。バックビューモニターの謎のガイドライン、どう見ればいいんだ。サイズの割には小回りが効くし、車体サイズも箱型で掴みやすいので、前後調にさえ気をつければ、駐車は楽ですな。そして、電動パーキングブレーキなのに、バック中にドアを開けても、勝手に止められないという特典付き、グランツーリスモというより、
グランクラスリアシートでした。これに PHV があったら家に置いておいて、仕事スペースとして使いたいレベル。というわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。